ごきげんよう。金曜日のアフロディーテ TV 始まりました。小谷由紀です。よろしくお願いいたします。ですね、まずはもう今日のお気分です。聞く、この配信をされているのが9月の11日なんですけれども、その2日前といいますか9月の9日っていうのは、五大節句のうちの一つ、重陽の節句です。重陽の節句っていうのは9月9日なんですけれども、ちょうど旧暦でいうところの、10月の半ばっていう感じですかね。で、菊がちょうど咲き誇っているっていう時なんですけれども、それで菊酒を楽しんだりとかっていう時でもあるんですね。なので私はこの重陽の節句あたりには必ずこのお着物を着たりします。これはもうほとんど菊がバーッとこうある感じの一重の訪問着になります。帯はちょっと金色を合わせてみました。こちらの方は加賀友禅の悠水先生の、私すごく好きなんですけれども、悠水先生の、帯です。で、帯留めは、加賀友禅の帯ですし、帯留めは九谷焼にいたしました。今日はですね、前回七尾、石川県の七尾をうろちょろしてましたけれども、今回は石川県金沢市です。伝統工芸の一つでもあります加賀蒔絵っていうのがあるんですね。蒔絵はいろいろこうあったりするんですけれども、加賀蒔絵です。加賀蒔絵を、前にも一度作ったことあるんですが、番組で出したいなと思いましたので、また体験をしてまいりました。ぜひご覧ください。どうぞ。選びいただきたいんですけど、前日はですね、これをやっているので、そうですか。じゃあぜひ違うの、これかこれです。はい。じゃあこっちの方がいいかもしれない。じゃあそちらでさせていただきます。はいはい、持ち帰りいただきますけれども、これ、赤いカシュー塗ったら分かりやすいように赤く、赤い色がついてます。はい。これが漆の代わりになりますね。漆とは違う感じなんですよね。漆とは違うんですけれども、通常は本当の場合は漆を塗るんですけど、はい、漆はちょっと今の場合体験上は危険ですので、今回はカシューという塗料を使います。はい、今から塗っていきます。今あんまりつけなくていいですわ。ここちょっと調整しましたので、シュッシュッシュッと塗って赤い色がつけばいいですから、あんまり塗り重ねる必要もありません。一応お花だけ全部塗ったら私一度チェックします。はい、そうですね。以前は海外の方もいらっしゃいましたけど、今さすがこの時代であれですけど、今またコロナが少し収まって、少しずつまた始まってます。来月はもう中学生の修学旅行の方もいらっしゃいますので。こういうふうに型になっているので楽ですね。そうですね。今の場合は下書きからするとなるとね、ちょっとなかなか大変なんですけど、今一応軽く体験ということですので、3種類の図柄を用意してありますので、
方から選んで、伸びが悪くなったらちょっとつけて大丈夫ですか？ちょっとだけ足してください、はい、でもあんまり水っぽくはしない方がいいですね、はい、あの表面張力するようなそんな感じはいけませんので、あんまりテレビンはつけない方がいいと思います。すぐには乾かないものなんですか？いや、これすぐ乾きます。速乾性ですので割と早めに乾きますので、乾いた方がいいです。あ、そうなんですね。私、唐友禅の、はい、病気はずっと知ったんですけど。あ、そうですか。こういうのは色を入れたりとかそういうのはしてないので、線を描いてた方なので。あ、なるほど。じゃあ、筆でね、ちょっと使い慣れてますね。そうなんですね。あんまり、まあ、全くダメということはないかなと思うんですけど、うん、そんな方がいいんですか？そうでもないですか？うん、そんなにたくさん塗る必要はありませんので、ただ塗り残しがないように気をつけてください。特に隅っこの方とか、はい、お花のちょうど先っぽのところとか、はい、どうしても塗りにくいところもありますので、はい、そこを塗り残しがないように気をつけてください。うん、ちょっと見せてください。はい、いいですね、はい、あの濃さもちょうどいいと思います。ただ例えばこう、はい、梅のここの、はい、ここ一箇所だけちょっと黒くない、まだちょっと濡れてないです、はい、そこだけちょっとだけ足せばいいですから、他のところは大丈夫ですね。そういうところちょっとだけ、ここです。そう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 、はい、それでいいですね、はい、そんな風にして、はい、そしたら今度は次にこの筆で、はい、この7色粉がありますので、はい、金色、シルバー、はい、ちょっと黄色い色、紫、青、はい、緑、赤ですね、はい、で例えばゴールドを取りたいときにはゴールドをこれ筆で取ってください、はい、そしてこんな風にして、はい、模様のつけたいそばに粉を置きます、はい、直接花種今塗った上にはまだ置かないでそばに置きます。そばに、うん、はい、だから例えばこれ桔梗の花ですよね、はい、だから紫と青にぼかしをしたい場合には紫の筆でまずそーっと取ってここのそばにこういうふうに置きます。それからブルーならブルーで次ブルーを取ってこちらの方にこんなふうに置きます。こんなふうにみんな一様にこうそばにまず置いてください、はい、例えば桜の花なんですけれども外側は赤い色で中がシルバーであったりする場合、はい、こんな風にして外側にまず少しずつ置きます、はい、外につけた色を、はい、赤い色で中の中心にポンと違う色を置いてください。なるほど、なるほど。まず全部一応全部塗りました。だから今度全部粉をまず置きます、はい、そしたら次なんですけど、はいはい、今度は 1,2,3 4つ、はい、ここを塗らなきゃいけないわけですね。こことこの3つですね。そうですね、はい、この3つとここを塗るんですけど、はいはい、これ塗るときにちょっとコツがありまして、はい、今度はちょっと広い面積になりますので、はい、筆を全部使ってください。はい、筆の全部使って、はい、私今もう一回これ硬くなったのを飛ばしましたんで、はい、ちょっと筆をこうやってちょっと寝かせて、はい、こんな風に、あ、こんな風にすると、なるほど、塗りやすいと思うんですよ、はい、この形は、はい、こういう風にちょんちょんちょんとやるよりも、はい、思い切ってこんな風に寝かせて、あまり濃く塗る必要ありませんから、はい、こんな感じで頑張ってやってみてください、はい、でこれ全部ありがとうございます。この3つですね。そうですね、この3つとこの4つですね、はい、はい、漆みたいなっていうか、そうそう、まあ一応分かりやすいように書
カシューの朱色をつけてありますね。カシューの黒いカシュー、朱色のカシュー、まあ顔料によっては緑色とかありますので、はい、これは結構誰もかぶれない感じなんですか。そうです、そうです。でも手についたらなかなか取れにくいんで気をつけて、あまり、うん、手にはつけ、手とかお洋服にはつけない方がいいと思います。なるほど。あ、それでさっきちょっとエプロンを、うんうん、そうなんです、言ってくださったんです。そうですね、若い方もいらっしゃいますよ、はい、逆にあんまり年配の方よりも若い方の方が多いですね。うん、どうしてもちょっと細かい仕事で年齢の方はちょっと自信がないというか、うんうん、そんな方が多いんで、でもまあ幅広く皆さん楽しんでいただける、ね、この間一番お若い方で5歳の方、お母さんと一緒に来ました。そうなんですね。5歳と5年生ご兄弟で来て、お母さんがついてきて、お母さんとおばあちゃんがついてきて、じゃあ幅広く楽しめる、うんうん、頑張ってやってましたよ。そんな感じで、はい、そしたらあの、はい、ここの隅っこちょっとだけ少し線にかぶる気持ちでちょっと塗ってください、はい、そうです、そこの黒いところ、そう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 、それでいいです。こう内側がこう色が入っててこういう感じでもいいんですか。そうですね、はい、そうしよう。でこの置くだけ頑張っておいてください。はい、わかりました。これも何で、それゴールドです。これですね。そうですね、金は豪華でいいですよ。そうですね、うん、まあ、ゴールドと紫どっちかで先に面積を決めて、はいはい、というミックスなんですけども、はい、はい、いいですね、はい、いいですか、はい、じゃあ寄せてください。はい、はい、大丈夫です。ではこれで寄せてください。はい、さっきと同じように、はい、次は裏使う、扱う時にはよく剥がしてください、はい、足りなかったら足しながらやる、はい、あ、いいですね、はい、はい、いいですね。これがね、それどうするかやね、紫を先に決めるのか、紫を先に決めます、うん、量をね、はい、どうでしょう。はい、いいですね、よし、よしよしよし、いいですね、どうでしょう、ね、いい感じまあ、いろんな色を入れても綺麗だけれども、うん、まとまりがつくかな、うん、そうですね、あんまりたくさんの色を使うよりも、はい、うん、で綺麗な感じになりましたね。そしたら、はい、先ほど言いましたように、はい、ここなんですけども、はい、ここちょっと気になるでしょう、はい、そしたらこれでちょっとつけるかな、うん、そこだけ塗っても大丈夫なんです、はい、例えば今度逆に、はい、
ここがちょっとはみ出してますよね、はい、を直す感じですか、はい、あーなるほど、こんな風に、飾りの硯箱なんですけれども、はい、筆なんかも全部蒔絵で、すごい、こんな軸のところとかも全部蒔絵してあります、はい、うーん、なんかすごくもうあの繊細ですね。そうですね、さっきあのこうちょっと体験をさせていただいただけですけれども、もっともっとこう繊細なというか、そうですね、っていう感じです。蒔絵の技法もいろいろ深い技法がありますので、はい、加賀蒔絵いかがだったでしょうか。とっても楽しくあの金沢の伝統工芸に触れることもできますし、であのお盆はですね、あの木製のちゃんとしたお盆なんですけれども、自分の思い出に持ち帰ることもできます。私は自分のをちゃんと使ってるんですね。で今回ちょっとお名前とかは入れなかったんですけど、自分で名前入れてあの持ってます、金沢に旅行行かれた際には予約をして自分で作ってお土産に持って帰られてもいいんじゃないでしょうか。今週もアフロディーテ TV 金曜日、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。また来週金曜日にお会いしましょう。ごきげんよう。蒔絵体験終わりました。ですね、こういうのをいただきましたので、4階の漆の見に行きました。いつもこちらの方お邪魔してるんですけれども、こちらの方で吉橋のお菓子をいただけるので、それと抹茶いただきます。本日の生菓子です。吉橋さんの生菓子。